7月、有志の高校生が教育長や教育委員と意見交換する高校生版教育委員会が4年ぶりに行われました。オンラインを含む14人の高校生が参加した今回のテーマは、教師の仕事について考えてみよう。教師を目指している3人に話を聞きました。教師になりたい人っていうのはあんまり私の周りにはいないので、そういう人たちと関われるっていうのはいい機会だと思います。理想的な面と現実的な面の両面を多面的に考えられるいいきっかけだなと思っていて、教職についての理解がより深まると思います。いろいろ現場のことを聞いてみたいですね。一つ目の議題は教師という仕事の魅力についてです。ここが魅力だから目指したい、こういうことにこう関心があるということをご発言いただける方。教師の魅力っていうのは生徒の成長っていうのを間近で見れる。小学校6年生の恩師のおかげでこの夢ができて、いろんな人にいい方向に影響を与えられるっていうのが何よりもやりがいだし魅力だと思います。児童生徒とお互いに成長できることが魅力。他の科目の内容を取り入れるような授業がいいと思うといった意見が出ました。注目したのは、尊敬する恩師との出会いが教師を目指すきっかけになったという高校生が多かったことです。生徒と先生がちゃんと関わり合って面白いことをするっていう先生で、生徒とちゃんとつながり持ってて素敵だなって思ったので、そういう先生になれたらいいなって思いました。高校生と教育委員の対話が増えてきました。次の議題は、教師を目指す上で不安なことや目指してもらうために必要だと思うこと。教師不足に関わる大事な話です。子どもがちょっと反抗してきたりとか、保護者対応とか責められてしまうっていうこともあるのかなって思うと、そこがすごく不安。そういう先生、教師の経験がある委員は、教師は学年でチームを組んでコミュニケーションを取り、不安をカバーし合うので大丈夫と話しました。さらに、こっちが嫌な生徒だなと思うと、逆に向こうも嫌な先生だというふうに思う。こっちから好きになってあげること、周りの職員たちも誰一人孤立させないという基準で対応していく、そうしてくれば非常にいい仕事ができるんじゃないか、そんなふうに思います。不安を打ち明けたんですけど、先生の経験がある方だったりとか精神科医の経験がある方がいろんな助言をくださったので、私個人としてはむしろ教員になりたいという気持ちが湧きました。給与や働き方の質問もありましたが、待遇改善に向けて教育委員会が国に働きかけていると説明がありました。また、教職に関連した情報を得る手段が分かりにくいので、教育委員会のホームページなどに情報を分かりやすく載せてほしいという意見が出ました。教師不足に対して高校生の目線に立った要望です。県の職員は教職への疑問や県が行っている教職セミナーの情報をさまざまな方法で分かりやすく発信していきたいと答えました。進めていきたいと思います。学校からのお知らせっていうのは一人一台パソコンを通じて届いているんですか？セミナーとか情報は結構プリントで掲示しておくねが多いです。教育委員会ではこんなことやってますっていうのを端末で定期的に教育委員会からのお知らせ、関心のない人は読み捨てていただければいいわけですから、そんなこともちょっと検討していきたいと思います。教師になってからの質問も。授業を作るにあたって楽しい授業をしたいっていう気持ちはあるんですけど、先生方はどうやって作っているのか。いろんな人の授業を見て、あ、こういうふうにするとうんと楽しくなるなとか、それから時には生徒に聞くんですよね。どんなふうな工夫があると面白いって感じるとか、一緒に子どもたちと授業を作っていくっていうと楽しい授業になったかな。職場では普段からコミュニケーションを取り、お互いのことを理解することが大切という話もありました。教師の仕事について考えた2時間、教育委員会にとっては教師不足解消へのヒントを探る時間に、不安を共有した高校生にとっては将来に向けて実りのある時間になったようです。ありがとうございました。
他の先生たちとコミュニケーションを取って生徒たちと向き合っていくっていうのが大切なことなんだなって感じました。不安なことっていうのもそのチームワークがあるからこそ乗り越えていけるっていう面もあるっていうことを今日改めて実感しました。みんなで楽しんで受けてもらえるような授業を作ってそういう教師になりたいなって思います。新しい発見とかもいろいろあってすごい楽しかったです。